地球から遥か離れたヒッピー星より一人のヒッピー星人がやってきた。優秀な地球人をスカウトするのだ。そんなヒッピー星人が降り立ったのは広島工業大学。一体どんな地球人がいるのか、早速偵察開始だ。広島工業大学プレゼンツ、キャンパススコープ。この番組は広島工業大学の提供でお送りします。ヒッピー星人が降り立ったのは広島工業大学。工学部、情報学部、環境学部、生命学部の4学部12学科の学びを通じて地域社会に貢献できる技術者を育成する大学です。ほう、優秀な技術人を育てる大学ね。今回の任務にぴったり。おお、なんだこれ、小型の宇宙船かい。これパラピリプルペレプロンポン。パラピリプル。ごめんなさいごめんなさい、今複眼カメラのドローンの実験中なんですよ。電子情報工学科で研究している一つが複眼カメラ。医療や農業、IT などさまざまな分野での活用が期待される注目の最先端技術なんです。僕ら2つ目ついてますよね。この2つで立体見てるんですよね。この複眼カメラは複眼で撮って、それを解析してあげて3次元の情報を取れる。1000円のここの部分に実は日本銀行って書いてあります。これを近づけていくと、お、日本銀行って書いてあるな。でしょ。医療用に使いたいなと思ってて、特に腹腔鏡っていうお腹の中にですね、これを入れてすごく細かい凹凸も見えるから、ちっちゃいものでも3次元形状取れるので、すぐにこうやって取ることができる。近未来の技術を研究している電子情報工学科、学生たちもすごいんです。 AR を使ったアプリの開発をしようとしているところです。人間っていうのは眠気が来る前に呼吸数が変わるんですけど、画像処理を使って眠気を予測するシステムを開発しています。プログラミングとかで何かを作るのがすごい楽しくて、開発とかそういうのになれたらいいな。素晴らしい人材だ。我が星に案内するぞ、サイ君。いやー、ちょっと待って。何？うちの優秀な人材連れて行かないでくださいよ。僕を連れてって。ヒッピー星人のスカ